旧別市は、愛媛県新浜市の銅山法令南にある過去に、繁栄した別市銅山の跡である。1691年に開けこされ1916年に、東なるに最高本部が移されるまで、別市銅山の中心地であった。ここでは、廃墟となった、現在の姿を紹介する。また、イカダツ港跡が整備され、令和元年8月より観光できるようになったので、ここで紹介する。 旧別市の概略図、縁起の端から前景を見下ろすと、かつて賑わった町が森に帰っている。登山口は、海抜約800メートル、道散歩は、約1300メートル、高低差約500メートル、道程約3.2キロメートルの間に、元禄時代から1916年までの225年間に、渡る、無数の産業遺産が眠っている。各所には、 当時の写真と説明の書かれた看板が整備されている。愛媛森林翼88箇所82番に道山越えが選定されている。新居浜市街から車で約20分でマイントピア別紙さらに愛媛県道47号新居浜別紙山線を約30分で駐車場のある登山口に到着。そこから遊歩道を15分登ると円通寺の入り口があり、 さらに5分行き壊し、谷川を渡ると目の前にかつて、壊したに集落があった地に着く。明治11年に開けこうされ、途中1901年から1916年の間休止はあったものの、昭和48年3月31日に、東高の終わり掘りで、すべての別紙銅山の歴史が終わった。その後、別紙保養センターイカダツ山荘が営業され、 イカダツ港も観光できていたが、平成24年3月31日で、山荘は廃業され、しばらくは中に入れたが、照明用の電気も切れて真っ暗なままであり閉鎖された。照明設備は補強工事がされ、令和元年8月より無料で観光できるようになった。遊歩道を約100メートルほど奥に行くと2番港跡があり、その手前の岩壁は、 ドリルの試し彫りをした穴が無数にある。山荘の跡地は、東、赤石山の登山者用の無料大駐車場となっている。日浦通道別市道山外洋図位イコール北三33度51分14.18秒、東経133度21分3.06秒、北十33.8539389度、東経133.3508500度、 33.853938933.3508500ありがとうございます。